貝はですね、まあ、この世界においてそうですね、人類の脅威といいますか、その、まあ、その設定的には作られてるんですけど、そのこの世界に住んでる人からすると、その、まあ、空から飛来してその人間の脳を捕食するために飛来する謎の生命体という設定ですね。彼らにその思考などはなくて、ただ本能のままその人間を襲うという存在ですね。で、まあ、この世界においてはその怪というものはその何でしょうかね、今の日本でいうところのその地震みたいな扱いですかね、その自然災害みたいな形で、その断絶の帯というその空にあるその霧状のものから降ってくるんですけど、まあ、その霧の動きとかもその技術の進歩によって、どういうところに怪が今何時頃降ってくるっていうような怪予報なんていうその仕組みも確立されてます。まあ、100% ではないんですけど、何時何分頃そのこの辺りに怪が降ってくるよってことが分かって、まあ、そこにいないように人々はしましょうとか、あとはその怪討伐軍というその主人公のユートも所属するその軍隊が そこに行って怪を討伐するっていう仕組みが確立されているので、その、まあ、人々はその怪という存在に怯えながらも、まあ、そんなにその滅多なことではそのやられないというか、その、まあ、怖いは怖いんだけど、そのすごくビクビクして怯えてるというわけではなくて、その怪を怯えながらもその、まあ、普通に暮らしができているというのがニューヒングカという世界ですね。でデザインそのものについてもちょっと続いて話しようと思うんですけれど、先ほども表現されていたその花だったり、ちょっとグロテスクだったり、そういった部分っていうのは、まずゲーム世界の中で、あれって有機物と無機物を組み合わせるっていうルールがあるんですね。それも実を言うと設定にも関係してくるんですけれども、それは本編で知ることができる設定なんですが、そもそも私たちと概念考え方が違うもの生物であるってことを表現するために、有機物と無機物が融合して、それが生物として成立しているっていう、その不可思議さみたいなものを入れたいっていうのがありました。Play it on the all-new Xbox.